はい、ピアかける劇団一撃は第2弾ということですね。3月21日から24日までヘップホールにて小獣というタイトルで2015年の再演版と2019年新作版同じタイトルで2作全く違うストーリーのお話を交互上演いたします。再演の方の主演が岡村圭介で、新作の方は作演出も務めます竹村慎太郎が主演を務めます。でですね、今3月24日15時15分の新作の方の千秋楽だけチケットが完売いたしました。ありがとうございます。ありがとうございます。ということでですね、他の会もぜひ、早めにお願いいたします。ピアの店舗に行ってもらえますと座席を選んでいただくことができます。あとはウェブにて販売しております。何か見どころなどでは、ね、あのこの初演から3年半経ちまして、あの僕たちはねできることが増えたなと思います。パワーアップした我々劇団一撃はぜひ見に来てください。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。